皆さんこんばんは。今日はスーパーでこんなお菓子を見つけました。玉こんにゃくの おやつ。味が染み込んだピリ辛醤油味で、私の中では玉こんにゃくといえば山形なんですが、これは群馬県産のこんにゃく使用ということで、群馬の玉こんということでしょうかね。気になったので買ってきました。ちょっと開けてみます。このケースに、あ、ケースじゃない、お皿に、わ、なんか玉こんちっちゃ。私はよく食べる玉こんよりもはるかに小さい玉こんで、なんか匂いはニンニクのおやつみたいなおつまみありますよね。あんな感じの匂い。玉こんってこんな匂いだっけな。まあいっか、食べてみようと思います。ちょっとなんかこう、新橋の屋台のこうおでんをつまむイメージ。食べたことないけどいつか食べてみたいので、そんなイメージ自分の中で。いただきます。うわ、なんかわかりますか？すごい弾力でびっくりした。美味しい。本当になんか味もあのニンニクのおやつ、あれと似ているピリ辛醤油味です。食感がすごい美味しい。なんだろう、すごいゴムっぽい弾力がボイン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 ってなってて、この中が空洞なのかな。ボイン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 ってするんですよね。なんかちょっと半分に噛みちぎってみようかな。うわ、うん、うん、やっぱ真ん中は空洞がちょっとあったけど、何この皮、この皮みたいな、この食感がなんかスーパーボールを噛ませてるような感じにさせてくれるんですかね。すごい不思議な食感です。うん、美味しい癖になります。
もっといっぱいあればいいのにな。これ一口が噛むと中の空洞に入っていた空気がプシュッて出る感じ。うん、おいしい。なんかこう今日はこれがおつまみっぽいので、これを食べながらちょっと何か雑談をしようと思っていたんですが、もうすでに2個しかないし、雑談の内容が見つからなくて、ぐらぐら。最後の一個になっちゃいました。美味しかった、ありがとう。美味しい時間をありがとうという感じ。本当にこういう系のおつまみが大好きなので、これ全然あの玉こんにゃくの感じと違うんですけど、これはこれで美味しかったです。うん、美味しかったです。それではまた、おやすみなさい。また明日。